自分の中では、まあ、できることはしっかりやっていこうっていう、何を言ってくださったのかっていうと、お前はもっと遊べって言われたわけなんですよね。まあ、ユニバ行けとか、飲みに行って女の子と遊べとか、まあ、どうも、古宮克人です。今日も皆様からいただいた質問に答えていこうと思います。で今日の質問はですね、現役時代、智弁和歌山の練習に耐えた古宮さんからしたら、大学の練習は緩く感じましたか？という質問をいただきました。これはですね、まあ、結論から言いますと、特に一番最初なんかはむちゃくちゃ緩く感じてですね、まあ練習が基本的に、あるんですけども、練習終わってからポール間往復10本とか20本とか、まあ、走り込みをしたり、まあ、自分で追加メニューを結構やってたんですけども、特に1年生の時なんかは智弁和歌山の時は打ち込むとか走り込むとか、まあ、そういう風な練習環境の中で育ててもらったので、当然何かやり込むっていうのは大学の練習の中ではあんまりないわけなんですよね。もちろんキャンプとか行ったら、私は立命館大学だったので、キャンプの最終日に 50m ダッシュを100本やるとか、まあもちろん T を打ち込むとか、まあ、そういうことはもちろんあるんですけども、学校始まって授業ある日の練習はまあ大体3時間ぐらいで終わってしまうので、そして高校の時よりも圧倒的に人数が多いので、何かをやり込むとか、そういう風な回数っていうのはもちろん高校の時よりも減ったっていうのがあります。ただそれを補うように、まあ物足らないわけですよね。智弁和歌山出身の私としたら、自分で、追加のトレーニングメニューを貸してやり込むっていうところは、実際やってたところではあります。ただまあ高校の時のその一途な考え方ですよね。何かをやり込むとか、もちろん野球の練習技術をアップしていく上で何かをやり込むっていうことは必要不可欠なものなんですけども、それがまあいわば走り込むとか打ち込むとか、せいぜいそういう考え方しかまあ私持ってなくてですね、そこからいろいろ学んでいく中で、まあまあやるべきことの種類がどん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 増えていっていくわけなんですよね。なのでもちろん大学は、授業なんかも自分で選んで捉えないとダメですし、練習時間も限られているので、自分で余りの時間をどういうふうに使うのかっていうのを考えなければならないし、そういうところが智弁和歌山時代と、まあ、圧倒的に違うところだったので、その辺のズレが大学1年生2年生3年生と経つにつれて、だん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 大学野球の考え方になっていったっていうところが一つあると思います。しかしですね、私の場合、これから高いレベルでやっていこうと思ったら、体重を増量させようと思って、体重を増やしたらスピードがなくなったり、バッティングなんかも金属から気になって全然対応できなかったり、まあ本当に大学1年生と2年生っていうのはいろんな苦悩がある中で、でも自分の中では、まあできることはしっかりやっていこうっていうことで、真面目に努力をしてたつもりなんですけども、ある時ですね、当時私が立命館大学の選手だった時に、私の立命館大学時代の監督が松岡監督っていう方だったんですけども、この方にですね、まあある日、まあ、大学3年生の春ぐらいだったと思うんですけども、まあ、昼食に誘っていただいて、お、古宮ちょっと昼飯行くぞということで、当時同級生のマネージャーの子だったかな、その子と私と監督の3人でなんか和食屋さん行って、まあ私が行き詰まってるのを感じてくださったんですかね。頑張っても頑張っても結果が出ない、悶々として全然グラウンドでも輝いてないっていうところを、察してくれて、食事に誘ってくれて、まあ食事を食べながらいろいろ話を聞いてくれるわけなんですよね。でその時に松岡監督が私に言ってくださった一言が本当に衝撃的で、まあ、何を言ってくださったのかっていうと、お前はもっと遊べって言われたわけなんですよね。で当時の私の価値観からしたら、はどういう意味みたいな、遊んだらあかんやろ、全然結果も出してないし実力もないやつが練習せなあかんやろ、なんで遊ばなあかんねんみたいなところを内心思ってたんですけども、その言葉がね、本当に今まで自分の価値観になかったのですごい新鮮すぎて、お前はもっと遊べって言われたその後ぐらいからですね、やはり大学の3年ぐらいになってからちょっとずつ時間が経つにつれて、その言葉の意味合いっていうのがどん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 自分の中で噛み砕かれて、分かるようになってきて、遊べっていうのは、まあ、ユニバ行けとか
飲みに行って女の子と遊べとか、まあそういうことを言ってるわけじゃなくて、まあそういうことを言ってたかもしれないですけども、気持ち的にゆとりを持ちなさいっていうようなことをおそらく言ってくださったんだと思うんですよね。で、まあ大学の3年生の春で私自身、まあそこのリーグ戦で、まあ努力をできるだけ、やれるだけのことはやって、結果が出なければ、大学よりも上のレベルで野球をすることはもう諦めようと思って臨んだリーグであんまり結果が出なかったので、私はその大学の3回戦の春リーグのところでこれ以上大学のその先で現役選手を続けていこうっていうのは一つ区切りをつけたんですけども、大学3年生の秋、そして良くなっていったのが4年生の春、この辺から自分のパフォーマンスがぐーっとまた上がっていったわけなんですよね。それっていうのは、まあ、練習するときは練習する、抜くときは抜くっていうような、その遊びみたいなのが自分の中で生まれてきてですね、そうやって視野が広がって、それまでは大学1年生、2年生のときなんか特に視野2ミリの中でこう生きてたので、本当にこうじゃないとダメみたいなところで人の話もあんまり聞かないし、自分がこうやと思ったことしか信じないとか、でも自分のやることはしっかり努力して突き詰めていくみたいな、ほんまにこの視野2ミリの中で生きてたのが、まあ視野5ミリぐらいになってですね、まあ今は視野1センチぐらいなんですけども、そうやってどん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 こう、その監督の一言が自分を少しずつこう解放してくれて、人の話も徐々にですけど聞けるようになっていって、自分のパフォーマンスがぐーっと上がっていくっていうような経験をさせてもらったのが大学野球なわけなんですよね。結局、智弁和歌山の指導者になっても、指導者として、大人としてまだまだ全然視野の狭い私は、まあ選手たちに迷惑かけはしたんですけども、その後も、まあ少しずついろんな方と出会ったり、自分がやったことで失敗体験とか、まあいろんな方に迷惑かけたりして、少しずつ自分もまあ学びながら、やっとここまで、周りの方々のおかげで来れてるわけなんですけども、まあそういうふうにして、自分が少し、性格的に変わっていた起点になったのが大学時代だったので、本当に、まあ練習が厳しいとか、緩いとか、そういうのもあると思うんですけども、立命館大学に行ってよかったなっていうのは、今でも、自分の財産になっているというところであります。本日はどうもありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このように、いただいたコメントに対する動画も、作っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんお気軽にコメントの方もお寄せください。また、いいねボタンとチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。